赤ゼッケン126番前田裕樹新曲審査和歌山市白ゼッケン127番浅野正樹新曲審査一層開始
内藤選手の優勢勝ちです。試合場の修正をいたします。第49試合、赤ゼッケン132番宮崎誠也、宮崎道場、白ゼッケン134番平田祐希、極真会館玉井さん。Oh!
ただいまの試合に5対0の判定をしまして、また宮崎選手の優勢勝ちです。赤、ゼッケン135番、駒野正樹、新緑審査に上を使用しています。白、ゼッケン137番、シビアトフラフ・エレイコム、新緑審査にロシア支部。Hey!
選手の優勢勝ちです。まずは前線142番園部拓人、新緑進化1番中央支部、白前線143番北木倉風プラトン、新緑進化ロシア支部。
イムの勝利3対0の判定をもちまして白大石選手の優勢勝ちです。赤、世間148番、篠川原新曲審査北海道支部、里山道場白、世間142番、中山和志さん、独身バラケ、中山道場中山選手決勝のため、篠川原選手の選手です。審判団の交代を行います。
第4の試合3対0の判定を持ちまして白鳥原選手の優勢勝ちです。赤ゼケン156番アベル・フェペロフ新極新海ロシアチーム白ゼケン157番倉本龍二100円大会Thank you.
白中1で代表ボードに中級で入ってください。この時間をもちまして各コートすべて一斉休憩に入りました。この時間をもちまして山本健太君、田中栄造、テイザー11、エビティス、ドラキン、今日5人の審判による試合を行います。中でお願いいたします。
繰り返します。要人の場合は公務員の外ではなく公務員の中でお願いいたします。
払いまして5対0の判定を勝ちまして指導緑選手の優勢勝ちです。審判団の交代を行います。